こんにちはだよね多分。ヤッホーこんにちは。一応ありがとう、嬉しかった。一応来てくれてありがとう。ヤッホー、次は3部だね。久々に嬉しい、ありがとう。こんにちは。三部行きます。さて、ありがとう、嬉しい。そう、でも制服ちょっとまだ一部しか終わってないから、あんまりまだここぐらいまでしかあれしようかな。だってまだね、三部四部5部とかね、来てくださる方もいるかなって思って、近めにこのあと3部よろしく、ありがとう。5部行くね。だってありがとう、今日前髪いい感じ、めっちゃ固めた。いつもお話し会の日はね、あんまり前髪固めないけど、ちょっといい感じだったから固めた。ヤッホー、鉄旗ありがとう。あ、ひろうち、ちょっとねオーバーめにやったから。おはよう、おはよう、あゆみちゃん、ゆきハートありがとう。こう行くね、ありがとう。来週、ね、来週だよね、スペイベ。1週間後、前回のスペイベからちょっと空いたから、1週間後。あー、なちゃんありがとう。明日会おうね。明日てか今日もめっちゃ暑いらしいけど、明日もめっちゃ暑いんやって。だからさね、みんな気をつけてきてね。本当にお水たち飲んで、今日も可愛いだって、嬉しい、ありがとう。来週はね大阪、昨日ねエリサね、めっちゃ早く寝たんですよね、すっごい早く、0時前ぐらいに寝て、だからねみんなもゆっくり休んで。暑いよね。ね、本当にお水とか飲んで。18日かありがとう。早いでしょ。でもなんかクリスいつも遅いから、そのくらいに寝たらマジで起きちゃって、2時ぐらいに起きちゃ、一回起きて、いつも起きてるぐらいの時間、2時ぐらいに起きちゃって、でその後に今度は6時ぐらいに起きちゃって、またちょっとまだ早いってなってもう一回寝たい。だからめっちゃ起きちゃったけど、なんか結構なんか、なんだろう、すっきり感はあるかなって思って嬉しい。そう、起きてた？なんかもうね、早く寝ようみたいになって寝た。うん、せいかちゃんやっほー。そうなんだよ。だからなんかそっから、そこ0時過ぎからの LINE とかも見てなくて、既読がな、自分もなかったから、あ寝てたんだなみたいな。そうそう、早く寝るとねすっきり。なんかお風呂も長く入って、うん、たくおめでで、いや本当にそうだよ、本当にそう。こんにちは。あ、だるまありがとう。 MKT さんだ。エゴサせずに、エゴサはちょこちょこした、なんもない日に早く、わかる、あるある。そう、あサムよろしくね。ちょっと暗くない？
もうライトつけたらつけたらめっちゃ明るい。明るこれ声のトーンがアイドル。嘘、本当？いや、そうでもないよ。こんぐらい。前髪切った。ちょっと切りすぎたかなって思ったけど、やっぱ伸びるね。やっほー、タコありがとね、ライさん。パン行くの？もう、もう何でも食べな。何パンが好き？私は塩パン、塩パンとメロンパンとがもうマスト。なんかそのクランベリーとかのやつは好きだけど、あんまないから、あった際は絶対買った方がいい。食べな。メロンパン食べた？すごい、メロンパン人気。アウトレット来てる。いいな、アウトレットいいよね。リサも行きたい、アウトレット。車はないといけない。はなちゃんキラキラありがとう。これもさ、あったんだ、キラキラの。知らなかったね。はなちゃん今日夜さ来てくれる？夜に書いてもいい？しーちゃん飛んだ、ジャンプ。そう、誕生日の時は飛ぶんだよ。崎陽軒、崎陽軒ね、たまにお弁当を食べますよ。全然いいね、ありがとう、優しいね。夜会おうね。フルフルの、いい、朝からいいね。朝から、タンタンおすすめ、タンタン味おすすめです。そう、わなかちゃんありがとう。さっきはでも緊張するからね、絶対に。それはそう、シューマイのお弁当。でもね、えりさん、崎陽軒はチャーハンが好きなんですよね。あんまりない。そう、明日も楽しいね。明日よろしく、暑いからマジ気をつけてきて。カレーパン好き、最近は食べてないけど好き。あんずは意外と好き意外と好き。こんにちは、ヤッホー、明日行くよ。だってありがとう。コロッケパン、なんかコロッケパンとかその焼きそばパンとかは食べたことがない。今日3部よろしく。レーズン系も好きだよ、リサ。レーズンパンとかね、レーズンバターレーズンロールみたいなも好き。明日行くだって嬉しい、よろしくね。明日も、ね、嬉しい、名札もありがとう。明日はリサはもう半袖を着るって決めました。もう暑いので絶対にね。あんかけがリサ苦手、あんかけがね苦手なんです。4年、お弁当高校生の時はあの自由だったんだけど、基本はご飯だけど、たまにあれサンドイッチとかを食べてたよ。今日も気温がね高そう、今日も暑そうだよ。みんな気をつけて、お水たち、リサもお水たち、あと私これコーンちゃんも好き。こんにちは、
長ちゃん、クマありがとう。クマ、え、四部とかよろしく、相談よろしく、ありがとう。麻婆豆腐は好き、最近は食べてないけど好き。明日20、え、やばいよ、だから明日みんな半袖でいいよ本当に。コーン茶はどんな味、コーンの味コーンの味だよ。でも私これ冷えてるんだけど、冷えてるのが好き。体に良さそうだよね。土地の美味しい文化をもっと、え、無糖ってさ、え、コーン茶に果糖とかあるのかな。無糖って書いてあるけどさ、果糖とかあるのか。食べる子苦手だけど、え、待ってちょっと厳しい、え、むずいな。コーンの味というか風味はするんだよね。だから、え、飲めるかもしれないけど苦手かも。うん、パシフィコやばい、懐かいね。うん、風味はするします。ジャスミン茶好きさも美味しい。ピンクス、あ、でも確かになんかね薄く見える。そんなに、あ、でもちょっといつもよりは薄いかな。ピンクをぶち塗ってないからかな。現役な感じだった、嬉しい。イエイイエイ。今日は暑すぎだよね。私も今日は半袖で来ました。前髪アップ、ほら綺麗前髪。麦茶好きです。なんか夏は麦茶大好き、なんか夏ってすごい麦茶なイメージ。今日じゃ、え、いいね、チャージャメンいいね。新大久保いいね、久しく行ってないけれども美味しそうなものがいっぱいある。うんね、暑いからみんなも飲み物いっぱい飲んでね。麦茶は作ってな、あ、ないない、作ったこと、制服できてない。あゆみくまありがとう、あゆみ嬉しい、ありがとう、よむた、ね、ね、嬉しい、お祝いするね、あゆ絶対にお祝いする。そう、真夏の麦茶3リットル消費でき、3リットル、すごっ。2リットル、え、なんかいつも2リットルを頑張って飲もうって意識してるけど本当に飲めない、絶対そんなに飲めなくて無理なんです。ブリュレのアイス食べるよだって、え、いいね、あれ美味しいよ本当に。わかる、2リットル、え、わかる、頑張って2リットル、うん、そう頑張る。18日一部から行きました、よろしく、ありがとう。お茶美味しい、お茶はやっぱり好き。6月のオンライン、あ、よろしくね、平井さん。わかる、夏はいけるけどやっぱり今の時、今はまだちょっと今日暑いけど、そうだね、冬はね、にが、あの、なんか飲もう飲もうと思っても飲めないよね。こんにちは、久々にぶりに配信、嬉しい、タロピちゃんありがとう。ツインも好き、そう、二つ結び、これだと下目がいいのかな、こんぐらいの
日曜は雨。あ、天気悪いみたいな見たかも。どうしよっかな。ちょっとリサさ、今日慌てて家出たからゴムあるかな、マジ。ちょっとゴム探ししないとね。ワンチャンあるかな。2つしたいけどゴムあるか問題来てる。次はでもちょっと次はストレートでいようかな。ゴムマジあるかな。ちょっと探す、次の間で。日曜日雨。日曜日、日曜日、いや明日、え、あ、来週、あ、月曜が雨じゃない。お話し始めて、え、嬉しい、ゆっぴありがとう。最近 TKG 食べてないよ。でも TKG 大好き、リサ TKG 大好き。2回目。明日は晴れだと思う。え、じゃあゴム絶対探すね。絶対あるから探します、次の間で。そう、今日は制服の日なんです。イエイエイ。ね、多分そう、ゴールデンウィーク明けがなんか天気悪くなるみたいな見たよ。ゆみちゃんありがとう。雨の日の対面、いや雨はね辛いよね。制服かわいいですか、うん、そうだよ、また明日ねって言える。やった、半袖です、暑いから。こんにちは。ね、夏を感じる。え、わかる。なんか長袖だからさ、ずっと。制服世界一かやって。嬉しい、会いに来てくれてありがとう。今日も話してくれて、久々にオンラインよろしくね。え、めっちゃ久しぶりだね。次のオンライン12日です。よろしくよろしく。そう、制服半袖、半袖だよ。うん、うん、そう、あれ、そう、今日のね制服、この間、え、そう、めっちゃ悩んで、どうしようどうしようどうしようってなって、この間さ、私のお洋服を翔子に貸したから、翔子に制服なんかあるって聞いて、そしたらなんかいっぱいあるよって言われて、自分で選ぶって言われたけど、でもリサが選んだらいつものリサになっちゃうから、なんか合うやつって言って持ってきてくれたの。だから翔子に借りた。それだからリサがいつも着ないような色なんです。そう、珍しいでしょ、逆に選んでもらった。そうなんです、あんまり私は結構ベストだったら白にピンクのリボンとかにしちゃうんだけど、なんか衣装っぽい、あの逆にね、逆に衣装味ある。そう、持ってきてくれやすし。でシャツもね聞いてくれたの、半袖がいいよねみたいな、そして半袖にした。イエイイエイ。ね、グレーのベストとかリサ持ってないからさ、可愛いし、自分でなかなか選ばないからね。新鮮だね。こんにちは、やっほー。そう、新鮮、とっても新鮮です。青春、青春って感じ。制服久しぶり着た、マジですっごい久々に着たよ。うん、ね、ぽい
高校通えそう。お仕事いってらっしゃい、ありがとう。指揮者やってそう、第3ボタンの。このままありがとね、無事によかったよ。高校生としていける。でもなんか今時の高校生ってめっちゃみんな大人っぽいよね。今日本は28度、今日暑いです。めっちゃ全然現役いける、いけそう。なんかストレートでさ、こうどっちも耳かけないでさ、いたらさ、なんかあれだね、なんかどうなんだろう、 JK 見ある、なんか結ばない方がね。わかる、メイクとかやばくない、みんな。今日のお昼ご飯、何がいいですかね。お昼だからちょっとまあカロリー高めでもいいかもね。でも暑いからね、さっぱりしたいね。やっぱそれこそお寿司とか、お寿司とかはいいよ。あ、ラーメン、あ、冷麺とかちょっと涼しくない。あ、そうめんいいね。わ、夏来るね、そうめん夏。冷やしラーメンとかあるんだね。ね、やばい、大ごと、コロセン出して夜いいよ。何がいい、みんな、みんな何食べるんですか、明日朝ごはん。明日の朝ごはん、とりあえずオロナミン C は絶対。サラダ、あー、いいねいいね、サラスパいいね。いや、なんかさ、福岡行った時よく食べてた、なんかサラスパを作ってもらって。そう、暑いと食べる気なくなるね、言うよね。どんたくの屋台で牛巻き、いいないいないいな。そう、今福岡お祭りやってるんですよね。屋台ね、大好き。この前ディズニー、いいね、夢の国行きたい。オロナミン C は必須だよ。オロナミン C はね、私も飲むので一緒にぜひ。大阪も餃子フェス、餃子フェスさ、めっちゃやってない？東京もやってて、福岡もやってて、大阪もやってるんだね。今起きた、おはよう。スタバのいちご、私いちご毎年飲んでる気がする。カフェラテ、アリサもね、最近ねカフェラテとかハマってるよ。宮城ちゃんが肉フェスに、あ、ね、肉フェスいいね、お肉。こんにちは、マックのポテト、あー、うわ、いいね、ポテト食べな。あ、ナゲットも一緒に食べたら今お得なんじゃない。こんにちは、スタバのメロンめっちゃ甘かった、めっちゃ美味しかった。なんかめっちゃ甘くてめっちゃ美味しいって言ってたね。知ってた気がする。いいね、同時にやってるんだ餃子フェス。ナゲット30、いけるいける、ガチ余裕。なんなら2パックいけるよ、60個。クラフトビール、最高、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃんね。いけますよマジで。あ、15ピースか、1パック、そうだ、30個じゃなかった。いけるいける、マジで余裕。
見たい余裕だよ、食べれるように見えないよく言われる、食べれるように見えないって。食べます。え、私はバーベキューがずっと好きだったんだけど、マスタードが好きで、でもマスタードでもそう選べるじゃん、そこまで行くと。だからマスタード2個とバーベキュー1個で、期間限定のがあったら1個ずつ。小食そうよく言われる、小食そうって。あんまり食べなそうって言われます。ガチ食べる。うん、わんこそば、あのエリサ、そう、そばがね苦手なんですよね。タルタルハラ、え、なんかさ、タルタルハラペーニョって前食べたよ、エリサ。またあるのかな。小食に見える。え、全然だよ、びっくり。あの本当に引くぐらい食べます。うんうん、うん、同じ頃同じのを来る時あるんやね。ナゲットお得だってなんかよく CM でも言ってるよね、お得ですみたいな。本日のお昼はセブンの、あ、いいじゃん、いいね。豚骨、え、わかんないさ、ラーメンあんまりね食べないからね、わかんないけど、でもりさ意外とラーメンお腹いっぱいになる気がする。うん、お寿司絶対食べるのはイクラ、サーモン、炙りサーモン、卵、マグロ。マグロはちょっと待って、嘘、食べる時もあるけどあんまり食べない時もある。あ、縁側は絶対食べる。10皿は余裕だよ、マジそれは余裕。回転寿司は最近行ってないですね。マグロは食べるけど、なんかそのマストかって言われるとマストじゃないか。うん、今でもずっと嬉しい、ありがとう。そう、でもなんか結構いろいろ食べますよ。縁側美味しいよね、大好き。飲み物？マックで？マックで飲み物買うときは、白ぶどうのジュースか、あのファンタメロン、ファンタグレープとか大好き。大体その3つのどれかです。そう、え、でしょ、塩化美味しいよ、めっちゃ。そうそうなんです。うん、あ、スプライトもたまに頼みますたまに頼みます。嬉しい、 ID フォト入れてくれてのありがとう。 YouTube めっちゃ見る。カラオケでイコール歌っ、え、歌ってくれたのかな、ありがとう。黒ウロン茶美味しい、好き、黒ウロン茶。お昼ご飯、あ、しょうちゃんだ。何系が好き？私はお寿司が好きとかお肉とか、意外とお魚も好き。お話できて嬉しかった、ありがとう。昨日しゃぶようで一生黒ウロン茶。なんかさ、黒ウロン茶ってさ、なんかそのヘルシー味はない？だからなんかなんて言うんだろう、ちょっとプラマイゼロ味あるくないですか、ちょっと。うん、KFC ね。え、あの今チキンやってない？なんか限定の、美味しそうだよね、わかる。
お魚生でも焼き魚も好き。鮭が好き。鮭とか、いや鮭だなやっぱ。うん、やっほー。あ、いぶきよろしく。あ、ごま油のやつだ、それだよ。それ美味しそうだなって思ってた、見てた。え、 YouTube で食べてる方いるかな。いるかな。サーモン焼いたら鮭言ってたね、キアラが。お仕事頑張って、いってらっしゃい、頑張って。 YouTube で探す。じゃあ探してみるね。ケタキ、え、美味しかった？マジ？なんかケンタッキーのさ、そのチキンってマジさ入れ替わり激しくない？なんかさすぐなくなるんだけど。新作って調べたけど、新作じゃない、なんて調べたらいいんだろう。2日前にあげてる方いるけど、これ普通のやつか。なんかいなくない？ YouTube めっちゃ見ますよりさ、最近はもう食しか見てない。え、なんかさないかも。なんかさマックとかのがやっぱ多いね、その食べてみたシリーズ。そう、あんまないか、見つけれない。うん、あ、そうそうそう、食べてる人の動画見るよ。人の食事。うん、見る、見ます。大好きだよ見るの。あ、嘘、ショートだったらいる？え、いないよね普通の YouTube。 意外といなくない？大食いの人を見るの大好きだよ最近は。まあ、最近はというか、なんか夜にお風呂に入ってなりながら見たりする。あと寝る前に TikTok に流れてきたりする。ああね、 TikTok で、あ、そっかそっか、そっちね。待って調べてみよう。 TikTok で、え、お腹はバカすく。でもね、聞いてほしい、正直そのお腹がいっぱいな時は見ないんだよ。お腹いっぱいだからさ、逆に。うま塩？違うね、うま塩じゃないね。え、そうだから逆にだよ。あ、待って、いるわ食べてる人。うわ、 TikTok で見よう、この後。じゃあ全力で見ます。え、そうだよ、だからみんなもお腹いっぱいの時に見るのがいい。お腹いっぱい、まず、あ、大嘘、お腹が空いてる時に見るんだよ。あーね、辛くは、まあ確かに、え、でもなるけど、でもお腹いっぱいの時は見ないからっていうさ、むずいよね人間って。人間ってむずい。くら寿司、あ、いいな、いってらっしゃい。
あと最近はリサなんかお散歩するのが好きで歩くのにハマってるんです。今までは嫌だったんだけど歩くのにハマってる。めっちゃどこまででも歩きます。うん、1時間とか歩く。でも曲を聴きながらとかだったら意外とあっという間。そう、歩くのが好き。自転車好きだよ。乗るよ。え、すごい。筋肉痛？どんな曲？え、めっちゃいろいろ。いろんな曲。走らない。歩く。でもなんかね、歩いてるとそのなんか筋肉がつくじゃないですか。もう当たり前だけど。なんかそのあんまり筋肉をつけ、そこまでつけたくないから、なんかそのほどほどに歩くようにした。ちょっとは前までは1時間とか1時間ちょっと過ぎなんとか2時間までは歩かないけど歩いてたけど、なんか歩いてても筋肉つくくねみたいななって、えっとさみたいななって、そう1時間40分とか40分30分ぐらい、そうかな。ムキムキやだ。ムキムキにはならないよ。うん、普段マジで日によるけど本当に歩かないときはマジで歩いてない。本当にやばいよ。なんか20とかある。なんかえ、何したのみたいな。逆に20って何みたいな。そうやばい。でも昨日も1万歩以上歩いたり、うん、なんか1万歩え、明日やば、29度。そう1万歩歩いたり、2万はいけないな。2万はいけない。1万歩はいけるけど、とか1万3000、4000ぐらいはいける。楽しい。なんかね、無で歩けますよ散歩って。何も考えずにただ歩く。それこそ人間観察とか歩きながら。山はね登れない、ちょっときついかも。毎日さ、え、すごすごいよ。ひらめきんってどこ？やっほー、人見るの好きだよ。うん、寿命伸びますか？嘘嘘、人いないところ考える？え、なんか散歩してるときはもう逆に考えないようにする。ただ景色とか人とか見てるかな。長袖で歩く。あの日焼けのなんか羽織るやつ羽織ったりしてる。やっほ、景色とかそう見る。迷子にね意外とねならない。でも人が多いなって思った。結構やっぱゴールデンウィークだからか。何キロ、ちょっと待ってね、入れてるんだよねアプリを。何キロ何キロ、5キロとか？ 5 キロ？
嘘絶対そんな言ってないやろ。でも12,000歩とか、あでも最近めっちゃ歩くから8,000歩7,000、9,600とかある。人と比べるね、比べはするよね、比べます。ハト？ハトさん来たら通り抜けます。通り抜けるというか、え誰？ハトがさんいたら避けますよ。歩くのね楽しいですよ、何も考えないで歩くから。なんかいろんな人がいるなって思って歩く。空を見たり、眩しい太陽を見上げた時君に会いたくなった、この空が鳥がって感じで。うーん、暑くなったなちょっと考える。家の中でなんか頑張る。帽子はあーキャップかな。確かに2部始まるからか。チャ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 ランチャンチャ、これシピシピ。01番。家の中では天気悪かったりすると歩きたいなとか思うけど、家の中では歩かないかも。このあとサムとかも行けますよ。ありがとう、あよむ。嬉しい。あと最近なんだろう、何にハマってるかな。散歩はまあ楽しい。あ、駄菓子屋さんに行くのにハマってるんだ。そうだ、駄菓子屋さん行くのハマってる。高尾山、え、どうなん高尾山って。厳しそう。山登りはねやっぱ筋肉になっちゃって筋肉拒否。いやでもね、山っていう時点できつそうって思っちゃうからダメだね。だいぶシピシピはね落ちないけど、でもあのガーディナローズの方が落ちないかも。あ、今日置いてきたのか。初級校舎だったらいいのかな。でも山登りね苦手。余裕なの？マジ？インナーマッスル？え？インナーマッスルないかも。え、どうだろう？あんまり。サウナはなんか行きたいと思いつつ行けてない。サウナよろしくね、よろしく、ありがとう。そう、もうちょっとで2部が始まるみたいです。私は2部はお休みなんですけど、でもちょっとしたら終わろうかなって思うよ。そう、ここで配信してるとね隣のメンバーの声入っちゃう気がして。そう、もう一個の楽屋だったら声聞こえないんだけど、そうそう、ここだとね声が響くので、だから過ぎるって言ってもそうほどほど5分10分ぐらいかな。そう、意外と髪薄いかも。聞こえるよね声多分。
そう。この後はお昼の間にまたやる？だから2部が終わってから。長いから、次の休憩。ご飯配信は、やんないかも。集中したら聞こえる？集中したら聞こえちゃうね。こんにちは。だからそうだね、10分には終わるかな。サイン会はめっちゃ聞こえる。そう、サイン会はめっちゃ聞こえます。縁側食べてる配信みたいです。あんこちゃんって言って突撃したし。あんこちゃん、何、お話し会中？配信今配信してる？今日暑いよ。お昼にインスタグラムとお餅。お餅いいね。それこそ最近 ASMR でお餅にベーコン巻いた ASMR を聞いたんですよ。バカいい音でもう最高。あんこちゃんやってない？このあと3部行くよ。よろしくね。ありがとう、ゆかちゃん。今日はね、会いました、みんな。朝はみんなと会ったことがあったので、みんなに会いました。合間のショールームでもね、終わるよ、もうすぐ。何も話してない。そんなに話してない。なんか可愛いとか、今日なんとか、このあとその4部とかからの子もいたから、間何してるのとか聞いたりして、仕事戻る、ご飯食べる、ね、そう、休憩だから。声大きくなる。そう、だからもう終わろうかな、やっぱりもうすぐ10分までって思ったけど。これからマツパ行ってくる、だって。行ってな、マツパ。行くか悩んだ、リサも。マツパ行くか悩んだけどね、なんかリサ本当にまつげあんまりね、なんかめっちゃみんな変わってるじゃん、マツパ行くと。めっちゃみんな可愛くなって、なんかリサね、あんまりね、なんかマツパしてもね、あれだからね、マスカラしていつもビューラーしてる。エクステとかつけてた時はあれだ、なん多分長さがあんまないかも。この後は勉強頑張ってね、えらい。教習所いいな、今日天気いいからめっちゃいいじゃんね。松葉するとマジで変わる。いや、そう、みんな変わってるんだよ。でも俺さ、あんまりマジで、あんまりマジでって感じ。クロスライブの前、もうどうしよう、マジあんま変わんないからさ、自分的にね。ナイドク好き？おお、まつげ頑張って育ててるよ。まつげ美容液を塗ってね、夜。最近塗り損なうんだけど、今日半袖がいいよ、絶対にね。暑いよ。明日も半袖がいいと思う、絶対にね。えらい、筋トレするの？えらいね、筋トレして。えらい。明日はめっちゃ、マジでさっきね、天気見てたら29度だって明日。ガチやばくない？さ、29度って夏じゃない？やばい、絶対明日夏、夏来ました、夏やってきた。そうだよ、だってなんなら30度のとこあるんだよ、今日とか。どこだっけ、なんか名古屋31度とかさ、30度とか。今
今年の夏始まるよ。いや始まるね。あとあれ思い出す、あのさ、あの青と夏、すっごいあの来ますね夏。会場冷房入っ、さすがに入ってんじゃない？暑いから。なんかさ36度とかさあるじゃん、なんか夏って。私のさ普段の体温が35度台なんだけど、いつも毎年思うのが、私の体温より暑いんだって思ってる、いつも私の体温よりも暑いのがこの外の空気でって思ってびっくり。体温低いんだよねりさ、めっちゃ5度台なんだよ基本。6度にねもうなんない、やばくない？考える考える、なんか去年ぐらいから考えるようになった。なんか今めっちゃ空気暑いけど、しかも36度とか言うから、みたいな、今の自分の体温より暑いんだとか、あ自分の体温これくらいなんだとか思うよ考える？嘘、考えるよ。でも最近さ、なんか地球温暖化がさ進んでるとか言うじゃん。だからマジ40度とか、40度ってやばくない？さすがに40度は、いやでもさワンチャンあるよね。38度とかインフルじゃんってなる。いや本当にやばい、40度普通にやばい。あお風呂の温度は高いですよ、お風呂の温度は42、汗かかないイメージ。あでもなんか去年の夏は謎に代謝が良くて汗めっちゃかいてた気がする。なんかライブの後とかもいつも前髪とか綺麗なんだけど、めっちゃもう崩れてた。でもこう考えれば、去年とかちゃんとその水分を取ろうみたいなとか思って、多分それであれになったのかなっていうさ、汗とか代謝が上がったのかなみたいなこれはあるけど、そうね、水分補給は大事らしいね、代謝が良くなるってさ。だからお水と、私はこのコーン茶を今日飲んでいきたいと思います。ね、塩分もね大事らしいです、塩分チャージとか。うん、なのでそうコーン茶美味しいよ。一時期も、今もハマってるけど、一時期めっちゃハマっててね、コーン茶ばっかりをね飲んでました。塩も取ってね。オロポ、オロポちょっと気になるからね、今年の夏はちょっと試してみようかなって思います。かんちゃんはね、わかる、ジャスミン茶も美味しい、ジャスミン茶も好き。そう終わろうかな、時間的に一旦終わるね。1時間もしないで多分始まるかわかんないけど、またやってると思ってるよ。危ない、危なすぎ。ということで、じゃあみんな今からは何、お昼ご飯かな、時間的には。じゃあみんなお昼食べたら、じゃあ送って、写真送ってね、見てるよ、見てるからね、送ってください。またぜひ。じゃあ一旦終わるね配信、一旦終わります。リサもなんか食見つけたら教えるね、なんか美味しそうな食とかを見つけたらまた共有するねみんな食べてみて、はい、ということで、じゃあ一旦終わりたいと思います。じゃあランキング
13位タカ、12位チャルモグ、11位エレメンツ、10位ミク、9位ヒロミン、8位 MKT、 7位タカニ、6位ナガちゃん、5位ミカ、4位ライ、3位あゆみ、2位カナタ、1位ハナでした。ありがとねハナちゃん、ちょっと夜絶対書くから待ってて。ということで一旦終わりたいと思います。じゃあみんなお昼食べたら送ってね。あとリサもまた教えるね。ということでありがとうございました。またね。バイバーイ。